処分を受けたのは、県警本部に所属・勤務する40代の男性警部補です。警察によりますと、男性警部補は今年7月、女性職員の着替えを盗撮する目的で、当時勤務していた県大地区の警察署の個室に侵入し、小型カメラを設置したということです。また、男性警部補は去年も盗撮目的で、県内のコンビニエンスストアの男女兼用トイレに侵入し、 設置したカメラで十数人を撮影したほか、児童ポルノの動画データを自身のスマートフォンに保存していたということです。県警は男性警部補を建造物侵入などの容疑で長崎地検に書類送検するとともに、定職6ヶ月の懲戒処分としました。男性警部補は女性の裸に強い興味があったと話していて、今日付けで胃がん退職したということです。